バカな収録だったらしい。今シーズン2勝目、神宮では今シーズン初勝利ということになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。楽しいやなんか。
チームを引っ張る、そんな気持ちというのが現れているか見ていきましょう。そうですね、でもヌーさんの熱い気持ちに、僕たちも、後押しされて、それについていこうという気持ちで一緒でチームを、引っ張っているつもりです。もともと守備ではたくさん迷惑をかけてますので、もう毎日チームだぞ、村上かけないように頑張ります。Thank you.